周囲から呆れられるほど勉強ばかりしている少年、小山田万太。その日も万太は夜遅くまで塾で勉強していた。塾の帰り道、あたりはすっかり真っ暗。これじゃ終電に間に合わないと焦る万太は、駅への近道である墓地の中を通ることにした。そこで不思議な少年に声をかけられる万太。墓石に座り、空を眺めるその少年。サンダル姿にヘッドフォン。こんな時間にこんな場所で、一人で何やってるんだと驚くマンタに、少年は。みんな？この墓地にはマンタと少年しかいない。たった二人なのに、みんな？文法が変だぞと突っ込み、その場を立ち去ろうとするマンタの目の前に、無数の霊たちが姿を現す。突然やってきた転校生はシャーマンだった。それはあの世とこの世を結ぶもの。うさんくさ、ろくに勉強もしないで好きな音楽聴いて、ぼーっと星や川眺めていい気なもんだよ。僕だって本当はそうしたいさ。勉強だけが取り柄のマンタが、不思議な少年朝倉陽のペースに巻き込まれていく。怖いお兄さんたちに理不尽な暴力で怪我を負わされるマンタ。仕返しに行くぞっていつもはゆるゆるなはずの朝倉陽が動く。助けてくれなんて頼んでないのに、そもそもそんな筋合いないだろって言ってんのに、友達だから助けるんだろなんてベタだがかっこいい。しかしどう見てもこのゆるい朝倉の陽くんが怖いお兄さんたちに勝てるとは思えない。え？霊の力を借りる？人々に恐れられた伝説の人斬り侍、阿弥陀丸人玉モードで憑依合体。あの世とこの世を結ぶもの、それは自分の体に霊を取り付かせ、動き、技、すべてをこの世にトレースしてしまうものだったのだ。シャーマンキング連載一発目1998年だって。最初めっちゃおもろくて人気あったけど、まあまあまあ打ち切りになったっていう。作者がコミックスの最終巻でこうみかんっていう意味でみかんを書いたっていうのが有名な話だね。後に講談社から完全版が出てます。小学校の頃読んでたんだけど、マンタって金持ちの息子なんだよね。でお父さんが小山田万澄っていう名前で、マンタのお父さんって自分の子供に自分の名前入れちゃうタイプだから、万澄の息子でマンタで、マンタに妹がいるっていうことが判明して、でその妹の名前をすごい深読みしてしまって、俺万澄の息子でマンタってことは妹はもうマンじゃん絶対。もう当時ね、そういう言葉を覚えたばっかだからワクワクしちゃって、でもページめくってマンタの妹の名前なんだってバッて見たら、マンの子だった。なんなん？お分かりいただけただろうか。この動画の3分38秒付近、誰もいないはずの夜中の神社で赤ん坊の泣き声のようなものが聞こえる。それはこの世をさまようあの世のものなのだろうか。よびさまーせー。怖えー。